はい、それでは第7試合で見事 KO 勝利となりましたサーシャ・タダニー選手のインタビューです。おめでとうございます。ありがとうございます。試合の感想を教えてください。今日の感想、感じ、フィーリング、フィーリング、はい、あすごい今安心します。だって終わっただから。あでもあ前にすごい緊張しました。 だから宮城さんすごい感謝しますけど尊敬する、タフファイターのイメージはタフファイターだから、すごく緊張してでも頑張りました。本当に相手はこの試合はアクセプトしてありがとうございます。今回が、日本で2回目の試合、はいはい、楽しめましたか。はい、まずは、The first time、リカード・ブラボーの相手はすごく全部新しいだからちょっとすごく緊張して、はい、ジャパニーズスタイルとジャパニーズの番組の要点もすごい速いし、そう、ちょっと難しかった。でもセコンドはもっと準備しました。ラップとかウォームアップとかそう早いにちょっとガンちょっと分かってた、すいません日本語は大丈夫です。 OK です。今日の最後フィニッシュ右、はい、キック、はい、狙ってましたか。はい、実はコーチ聞こえた聞こえた、20秒の前にコーチは電話見てハイキックセットアップして、そしてセットアップしたガゼルパンチと、でも私のガゼルパンチはあんまり上手じゃないけど、でも下突きと下突きちょっと準備してバーンって冗談回しげる。でも本当にコーチ聞こえた声は本当に手伝ったアドバイスはすごいいいアドバイスは、もうさすがいつもみんな一人でリングファイターです。でもこのイメージ本当事実じゃない、本当には私は一人でリングの中にいるけど、チーム、私のチームはすごいいいチームだから勝ちました。そうと思います。ありがとうございます。今後日本でどんな試合をしたいですか。はい、実はもっとライズ試合したい。そしてできたらライズのベルトチャンピオン。だって私の友達はすごいいい友達がレイノア、レイノアもライズベルトあって、そう私も79のベルト欲しい。そしてあとに多分ライジンの MMA 行きたいです。実は今カナダ住んでいてですけど、カナダも呪術とか柔道とかレスリングがいっぱいする。でも私のためだけ、あまり試合のためじゃなくて本当に武道のスピリットだから勉強する、修行する。今日最近考えた MMA は楽しいよね。そう考える。なるほど、わかりました。ありがとうございます。何でしょう。そしたらまたこれ、カナダに戻る試合、はい、じゃあそっちで練習。そう私のチームは WKX、 ジョシュ・ジョンシー、ジェイ・ジョンシー、すごい有名なチームだからいつもそこで住んでいて、家族たちもそこに住んでいて、私の道場も自分の護身術の道場ある社長ですねそうそう、いつも戻っていっぱい、いっぱい後輩あるから帰れなきゃいけない、いつも。そう、でも空手も教える、はい、そう今チームカナダのIKO 中村多分12月戻ってきます、はい、ジャパン世界大会。でも大阪かな。そうでもそう絶対戻れなきゃいけない残念に。そう、なんだっけな、
それで今後、あ、そうそう、ごめんなさい、間違えました、最後にそしたら、応援してくれた今日ファンの皆様、はい、日本あとカナダ、まあ、いろんなところで応援してくれてる皆さんにメッセージをください。すごいディズニーのメッセージですけど、本当に自分の夢を諦めないで、トライして頑張って、できなかったら大丈夫。でも本当にできなかったら大丈夫。やるのため、それはもっと大事としての人生はワンライフ、頑張ってください。私本当に今24歳ですけど、このイメージいつも頭ある。だから24歳感じないそう本当に and I don't feel my age, so do your best, try, don't be shy、regret? わかんない、日本語 regret 知らないけど、そう、はい、それは本当にダメ。頑張ってください、みんな。はい、ありがとうございます。では以上でサーシャ選手のインタビュー終了となります。ありがとうございます。ありがとうございます。